地図全景安陽寺教図化、出土河原京東京国立博物館展示。安陽寺は、岡山県倉敷市にある高野山新言宗の寺院である。伝承によれば、安陽寺は、奈良時代の延暦元年、法音大師により、新言宗の寺として解散。朝原先望の中野院として13世紀の室町時代には、朝原の谷一帯に、 朝原寺と総称される寺院が立ち並んでいたとされている。池田家文庫等によると、安陽寺は、教皇2年以前は、現在地より220メートル南、倉敷市街寄りにあり、客殿や栗を備えた朝原寺の本坊であったことが分かっている。また、厳平清水期では、鹿ケ谷の変で、自称元年、美禅国に追放された藤原成地家が、 備中国安陽寺に出家、受戒したと書かれている。安陽寺は、倉敷と僧者を結ぶ朝原峠にあり、寺社地正面には、天皇池と呼ばれる池に、朱色の浮見堂が作られている。山道の石段にある老門の上に、大きな毘沙門天が乗り、その下には、船の大きな怒りが置かれている。境内に上がると、毘沙門堂に高さ約十六メートルの多宝塔、羅橋堂、 手老、茶室などが配置されている。本殿である、美写門堂には、金色の美写門天元岳が祀られ、上岸堂には、平安時代に造営された京塚の出土品で、釈迦誕生仏像、河原行、等身大の美写門天像などの文化財が保存され、仏像は、無料で公開されている。約11トンの重量がある盆栓は、中国四国一の大きさとされている。 また、神仏集合の寺であるため境内には、鳥居が3箇所あり、7福神の銅像も配置されている。ありがとうございます。